ご覧いただきましてありがとうございます。ですね、今日は10月の21日、日曜日、午前10時20分過ぎです。私は今ですね、名古屋にあります、笠寺ワシントンホテルの横の、ユートピア宝というところに来ています。大変晴れて気持ちがいいです。これからですね、ちょっと私の、車の中に設置しているオルゴールの状況とか、それからいろんなことなんかをね、ちょこっと喋ってみようと思います。まず早速ですが、鉄道唱歌オルゴールですけれども、この座席がありまして、ここに高音のオルゴール、まだエンジン入れてませんからアンプされませんけど、でここにですね、低音のオルゴールで、マイクとあと配線がつながってます。配線ですね。でこの配線がちょっとごっつんこしちゃいましたね。この配線がずっとですね、このマットの下を通ってこっちの方へ抜けてます。こっちの方ですね。で今ちょっとエンジンかけます。でマットの下へ抜けてここ行きます。で本当は昔はここ下隠してたんですけど、ずっと今ちょっと家に帰ったりつけたり外したりしてるもんで、それでこれがずっとここの間を通って裏へ抜けてます。ここへ来ています。これがそうですね。でこれでアンプに接続して、でアンプの電源をここから取っています。昔はねこのコネクターがここから出ていたりしましたけど、今ちょっと取り外してます。でスピーカーから出たコードがここを通りまして、この中点々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 音を反響を拡散させないために、本当はもっと四方を囲めばいい音になるんですけども、ちょっとやってません。でオルゴールですけど、スピーカーを返すとこういう音がします。ちょっと iPod タッチを置いてオルゴールを押してきます。多分車内の感覚だとこういう音がするんじゃないかなと、思います。あとはですね、私の車なんかを、簡単にちょっと紹介しようと思います。これは仕事用のメガネです。普段してる、メガネはこういうメガネなんですけども、こういうメガネですね。こういうメガネです。ただ仕事用のメガネだとこれになります。これで講師の仕事をします、ね、ちょっとまた変えますけども、それからですね、これがタイピンです。結構気に入って2種類あります。こっちが何ですか、アメジストのタイピンでです。それからですね、靴、私いつもサンダルを履いたりとか、あとこれが仕事用の靴ですね。あと緊急用のライト、それから仕事の道具に、それからいつもこの、今日はあまりたくさんありませんけど、ここに服をかけたりスーツをかけたり、もっと仕事が1週間とか続くときはダーッとここにかけます、ね、で今ちょっとお風呂入ってきましたからタオル干してます、ね。それからですね、今日は名古屋で食堂セミナーですけれども、ここに洋服なんかをね、
吊るしたりとかもしています。今日はこういった、今日はこのネクタイで仕事します。あとそれからですね、いつも車内放送の動画を撮るんですけど、そのカメラのスタンドがこれなんです、ね、釣り竿のケースをこういう形にくり抜いて、ですね、iPod Touch の代わりになるものはちょっと今ないんですけど、このように刺します。こうやってこのように刺します。で、まあオルゴール、さっき紹介しましたけどオルゴールがありまして、まあそれからカーナビですね。あと私方位磁石を持ち歩いています、いつも。なぜかというと、話をするときはこの北から南へ向かってこう気が流れますので、喋る人が北の方角だと、聞く人が南にいるとよく話が入ります。あとこれカーナビですね。あと、あ、今電車が来ましたね。ここはこの笠寺といいまして、貨物と新幹線と旅客と全部あるところです。ちょっとエンジンをね切っときますけど、それからですね、あとここにですね、電線を止めるクリップをつけまして、ここにボールペンを刺したりなんかしています。ミラーはほとんどこれ使ってません。私、後ろに荷物がたくさんあって見えなくなることも多いのであまり使ってません。それからもここが運転室ですけども、まあ、ここに電源を引っ張ってきまして、ここに最近変えたですね、 Wi-Fi のルーター、こう私が映ってますけれども、映ってますね、はい。それから、まあ、ここに携帯の卓上スタンドをここに置いて、もうここに携帯をガチャッと刺しています、ね、こんな感じです。今ですね、今の時刻は何分でしょうかね、10時、ちょっと液晶が見えにくいんでもう一回出しますかね。電源入れます。ここに携帯を挿すと多分液晶が見えるんではないかと思います。あ、違いますね、ちょっと失礼します。現在時刻はちょっと見えにくいですけど、これで見えますかね。10時28分です。あ、今ちょうど貨物列車がですね動き出しました。あ、後ろに今新幹線が通ってます。それではですね、私はこういうような車で日々移動して仕事したり、まあここでねたまには仮眠を取ったりなんかもします。あ、今新幹線がねちょうど被っちゃいましたけど、新幹線が通ってます。上りの新幹線がさーっと通ってきました。以上ですね、私の、まあ、車、それからいろんなことをね紹介いたしました。ではですね、もう一回ですね、ここで鉄道唱歌のオルゴールを聞いてください。ご覧いただきましてありがとうございました。